いつかどこかで見た夢。これ最初だよね。この日のことを予言していたんだろうか。今日、僕は殺人者のウンスを立証する。弁護士として。さあ、ということで、今回から、法廷パートですね。来てしまったなぁ、この時が。はい、なるほどです。元気がありませんね、大虎さんだ。今日こそ僕を無罪にしてくれるんですよね。頼みますよ、弁護士先生。あんたの友人の命もかかってるんですからね。いい？大トロのこと、必ず有罪にしてやってよね。あんなひどい奴を無罪にしたら、私、許さないから。まゆーちゃん。ナロードくん。ナロードくん。シロさん。の、シロさん。まゆーちゃんは、今はどうしてるんですか？わからないわ。わからない。昨日から私のことを呼び出してくれないの。シロさん、僕は、どうすれば？前にも言ったんすよ。ピンチの時、弁護士ならば、ふてぶてしく笑いなさいって。でも、まだ諦めてはダメ。希望あるわ。嘘です。そんなの、どこにも。また大トロのやつ。うるさい。電話なんかかけてくるな。ひどいっす。イトロコさん。わあ、イトロコさん。すいません。今どこにいるんですか？警官隊にまずてもらったっす。殺し屋を追ってるっす。おう。何か手がかりは？すまねっす。今のところ、ゼロっす。だけど、まだまだ諦めちゃダメっす。糸の子さん。裁判が終わるまで、判決が下されるまでに、我々は何としても殺し屋を見つけ出すっす。マヤエさんを救出してしまえば、大トロを有罪できるっす。確かにそうだけど。いいっすか。だからあんたは、できるだけ時間を稼ぐっす。時間を？ミスルー検事に全力で立ち向かえば、きっと審理は長引くっす。そうか。あんたならやれるっす。あんたとミスルー検事なら。だから、我々を信じて頑張るっす。わかりました。ありがとう、糸の子さん。今回はそういう立ち回りをしていく感じになるのかなってことは、ね？わかったでしょ？なるほどくん。あなたには仲間がいるわ。お金では買うことのできない最強の武器よ。はい。どうやら作戦は決まった。裁判を長引かせるんだ。糸の子さんを信じて。これより、大トロ慎吾の法廷を開廷します。弁護側、準備完了しています。検察が元より、
昨日の審理は大きな謎を残したまま終わりました。それはこの事件における神谷桐生の役割です。果たして彼女は犯行に関係しているのか。ミスル検事、本日の方針を貸していただきましょうか。神谷桐生、彼女は殺人現場に手を加え、大トローに不利な証拠を作った。そしてトロ様の着ぐるみを使って現場から逃走した。その点で彼女は罪を逃れることはできない。ふむ、ではやはり彼女は有罪ということに。しかし神谷桐生は断じて殺人には無関係なんだ。このカードをご覧いただきたい。何ですか？サザエに見えますが、これはある殺し屋の名刺のようなもんだ。殺し屋ですって？不死身のウサを殺害したのはプロの殺し屋だった。そしてその依頼人こそが大トロ慎吾だったんだ。なんとも驚くべき事態ですな。いつものことだ、裁判長。今回に限って僕は知ってる。ミスルギが言ってることは全て正しい。そうだよな。とにかく持ちこたえるしかないわ。ですね。真由が救出されるまでね。どうなっちゃうんでしょう今日の法廷。それでは最初の証人を呼んでください。被告人の先輩にあたる煮干しを入廷する。こう、おー、煮干しさん。では証人、名前と職業を。恐縮です。僕はその煮干し三郎と申しまして、ケチなアクション俳優やってます。はい、ケチな。被告との関係は？そのケチな先輩といったところです。はい、署にあまり卑屈にならないように。恐縮です。なりぶんそのケチな男のもんで。事件当夜、証人は被告人の控室を訪ねた。間違いないか？はい。知らなかったぞ。いやでも結局大トロ君には会えなかったんですよ。聞かれたことだけ答えればよい。ではその時のことを証言していただこう。ああ、恐縮です。さあ、ということで控室を訪ねたこと。授賞式が終わってから一人で控室へ行ったんです。控室の前に大トロ君がトロ様の衣装を着てましたね。誰かと話していたんです。最初はボーイかと思いました。しばらく二人を見ていましたけど諦めて帰りました。僕にもすれがあったんで待たせるわけにもいかなくて。なるほど。うむ、特に怪しいところはないと思いますが。確かにボーイと話していたからどうだと言うんだ。そうだよね。そう、それがただのボーイだったのならば。だがどういうことですか？さあ弁護士君、尋問をお願いしよう。どうやら厄介なことになりそうね。え？罠よ。わかりきってるでしょ？でも情報を得るためには飛び込んでいくしかないわね。さあ、では尋問ですね。まあ、まずは揺さぶりからかけてきますか。割と手当たり次第でもいいかもしれないな。
あなたは覚えてるの？あの晩、ニボスさんが席を外したこと。それがはっきりしないんですよ。まゆちゃん大騒ぎしてましたから。それに気を取られていて。そう、いずれにせよそんなに長い時間ではなかったわけね。そうだなぁ。ここかな。最初は？ええ、ボーイっぽい服装をしてお盆にジュースを乗せました。普通じゃないですか。まあそうですけどね。でもあれはただのボーイじゃない、そう思ったんですよ。どうしてですか？どうしてでしたっけね、ナロドさん。知りませんよ。それはそう。恐縮ですが、今はちょっと思い出せません。仕方ないな。もう少し待ってみるか。ここもだな。ボーイさんと被告人を見ていたんですね。ねえ、一言お祝いを言いたかったんで。二人を見ていて何か気づいたことありましたか？そうですね、なんか妙な感じがしたんですよ。大トロ君がボーイさんにチップをあげたからかな。チップをあげた？チップ？普通だと思うけどな。それでどれぐらいその二人を見ていたんですかな？いやー、1、2分ぐらいだと思いますよ。とりあえず一周しちゃいましたね。マジか。これ揺さぶる順番もあったのか。もう一回ね、誰かと話していたんですってところを食いついてみたら、ちょっと変わったね。ちょっと待てよ。そういえばニボスさん、さっきこんなことを言いましたね。なんか妙な感じがしたんですよ。大トロ君がボーイさんにチップをあげたからかな。もしかしたらチップのことでおかしいと感じたんでは？あ、そうです。それよくわかりましたね。うむ、ミスルゲンジ、なんだろうか。そのボーイさん、やはりただものでは。それは証人の言葉が教えてくるだろう。わかりました。では証人、証言を修正してください。お、来ましたね。ボーイさんの下りですね。大トロ君、ボーイさんにチップをあげていたんですよ。ここも揺さぶってみたいな。ボーイにチップをあげた、どこがおかしいんですか？いやー、大トロ君、僕と違ってケチじゃないですけど、さすがにあれはどうかと思ってびっくりしましたね。あれ？それにもっと驚いたことがあったんですよ。ボーイさん、もらったチップをポケットにしまったんです。その時初めて彼の顔が見えたんですけど、それにもびっくりしましたね。うん、
よくわかりませんね。どうやらニボスさんは2回びっくりしたらしい。どっちのびっくりについて聞いてみようか。ウォーイの顔、大トロのチップ。チップの方で。被告人は大スターです。チップぐらいばらまくでしょう。まあ、そうですけど。さすがにあれはちょっとばらまきすぎなのでは。ばらまきすぎ。はっきりっすよ。被告人は棒にいくら渡したのか。ちゃんとした金額はわかりません。どうしてですか。だって、分厚い札束だったんですから。わお。札束。確かにその、桁外れですね。チップとしては。そうだよね。チップとして考えたら。分厚い札束、それはチップとは考えられない。うむ。裁判長、疑いの眼でこっちを見てるぞ。異議を申し立てる様子を見る。いきますか。被告はスーパースターだった。それぐらいのチップはその当然です。当然です。スーパースターは頭の中もスーパーだというのか。お盆を運んで札束がもらえるならば誰が検事だとやるもんか。めちゃくちゃだ。もう何が何だかって感じですね。すごいこと言ってるな。少なくともカットイン入ってまでのセリフではなかったよな。しかしその札束がチップでなかったとしたら一体何だったんですか。依頼料だったんだ。そう考えた方がいいよね。依頼？不死身の遺産の殺害に決まってるじゃないか。じゃあ証人が見たそのボーイは、そう、殺し屋だったんだ。待ってください。そんな証拠もなく。私に証拠だけ発言はありえない。殺し屋サイモンが今回の現場に残したカードがある。殺し屋サザエモン、警視庁の特別捜査課がずっと追ってる人物だ。証人が見たボーイは殺し屋の殺し屋だったんだ。そうだったんですか。証人どうしましたか。いや、それなら納得できることがあるんですよ。もう実は僕そのボーイさんを見てるんです。もう一度。なんですって。それを証言してください。あなたの見たことを。はい、恐縮です。さあ、では証言ですね。二度目の目撃。今度はトイレに行きたくなってあの廊下へ行ったんですよ。そうしたらさっきのボーイが控室からできたんですよ。もちろん不死身の宇佐くんの控室からですよ。今思えばあのボーイさんやっぱり不正でしたよ。そうですよ、あいつ殺し屋だったんです、きっと。だって、とりあえずそこまででよろしい。なんかまだ続きそうでしたよね。え、でもまだ話は終わってませんけど、まずはそのボーイが殺し屋だったことを立証しておきたい。ふむ。
被害者の控え室からボーイさんが。もしそのボーイが殺し屋だったなら、もう決定的ですね。そういうことだ。では弁護人、出番だ。せいぜい笑わせてくれたまえ。あなたが笑ってどうするの？さあ、では頑張りますか。尋問していきましょう。まあ、揺さぶるか。とりあえず、そのボーイさんが殺し屋だということは、認めちゃまずいよね。でも、本当は殺し屋だったんですよね。そうよ、でも。簡単に認めちゃダメ。時間を稼ぐなら。なんとかして証言にケチをつけるしかないわね。ってなると、ここかな。何が不正だったんですか？なんだそのへっぴり腰な態度は。だって何が出てくるかわからないし。いやー、そのボーイさん手ぶらだったんですよ。手ぶらだった。手ぶら。あのボーイさんルームサービスの係の人ですよね。それなのにワゴンも押さずお盆も持っていなかったんですよね。これってやっぱり不正ですよね。うむ、どうも微妙なところですな。ボーイが手ぶらだった。そんなに不自然なのかな。どうする、ニボさんの証言そのまま認めるべきか。そのまま認める、ケチをつける。もう時間稼ぐっきゃねえよな。ケチつけるか。手ぶらのボーイ全然おかしくありません。すごく不自然ですよ。ごく自然です。ご用紙。ボーイはルームサービスの係だったんだ。何か理由がない限り手ぶらというのはおかしい。裁判長、今の証人の発言を証言として採用していただきたい。ミスリネス、何としてもそのボーイを疑わしく見せようというわけか。わかりました。検察側の主張を見てみましょう。では証人、証言を修正してください。恐縮です。お客の部屋から手ぶら出てくるなんておかしいですよね。そうですよ、あいつ殺し屋だったんです、きっと。とりあえずそのボーイさんが殺し屋だということは認めちゃまずいわね。ってなるとここで、現場写真かな。ニボスさん、何ですか。あなたはすぐに人の言葉に影響されますね。ボーイが殺人者かもしれないと聞いただけで、すっかりそれを信じ込んでしまう。だって怪しいじゃないですか。縫い目があったんですよ、あのボーイには。縫い目ぐらい野球のボールだってある。え野球のボールが怪しいと言うつもりですか。それにそう、手ぶらですよ、ボーイなのに。この写真を見てください。これは殺人現場の。伊沢さんの死体のそばにはグラスが置かれていました。中身はトマトジュースです。そして右下に映ってるテーブルの上を見てください。
これはどう見てもお盆とトマトジュースのボトルです。ボーイ様、これを磯尾さんに届けたばかりだった。お盆は部屋に置いてきた。だから手ぶらだったんです。しかしそのボーイさんは死体があった控え室から出てきたんですぞ。その時伊沢さんが死んでいたかどうか立証できますか。ミスルケンジもういろんな方向にパスが飛んでくな。ふむ、あなたのせいでこの私がやり込められたらないですか。どんまいですね裁判長さん。申し訳ない。なんだ笑ってるぞ。証人、一つ伺いたいことがある。はい、何でしょう。棒や手ぶらだったその手についてだが、私が話を聞いたときは確かその手には、ああ、そうだ、言い忘れてました。え、何を。そのボーイさん、手袋をしていたんですよ。手袋。真っ黒な革の手袋です。普通ボーイさんはそんな手袋をしないですよね。黒い革の手袋。なんでそれを先に言わなかったんですか。恐縮です。確かにすごく怪しいけど、ここで引っ込むわけにはいかない。手袋ぐらいしたっていいでしょう。めちゃめちゃ頑張ってるな、ナロード君。だって革の手袋ですよ、ボーイなのに。革でできてるといえば野球のボールだってそうです。そこに繋げてくるよな。野球のボールが怪しいと言うつもりですか。その男は被告人から札束を受け取りました。そして殺害現場から黒い革手袋をはめて出てきた。確かにただのボーイとは考えにくいですね。どうやらお分かりいただけたようだ。では証人、証言の続きをお願いしたい。続きだと。ほう、それはぜひ聞かせていただきたいですな。恐縮です。さあ、ということで被告とボーイ2度目の接触。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。